その原作通りの話を進めていってそれでいいのかっていうとやっぱそうじゃないんですよね。世界中の美が結集したような場所で撮るっていうことで、それに対していかに日本を美しく描くかっていうこと、そこにやっぱすごい一番力入れてたなって僕は思いました。はい、上大です。今日も新作映画のレビューをしていきます。今日は岸辺露伴ルーブレイクです。まあ、ジョジョの奇妙な冒険のスピンオフ、岸辺露伴は動かないのドラマ化の、まあ、映画化ということなんですけど、まあ、この岸辺露伴は動かないルーブレイクの、まあ、その映画化が決定しましたよってなった時に、まあ、僕は一回ちょっと動画出してるんですけど、今年の初めぐらいでしたかね、まあ、出したんですよ。まあ、そのジョジョのその実写化に関してはまあちょっといろいろあるわけです。いろいろ僕も言いたいこととかあるわけで、あるんですけど、その一長一短どころか、まあそのすごいあるんですけど、その岸辺露伴は動かないっていうそのジョジョっていうものをそのまあ実写化したということで、一つのそのすごいこう正解を出してきたっていうのが、その岸辺露伴は動かないであるということで、でそれプラスジョジョの奇妙な冒険の中でその岸辺露伴がメインになってる話っていうのがそのまんま岸辺露伴が動かないでその実写ドラマ化してるっていうのが、まあ、あるわけですよね。チープトリックっていう、まあ、その背中を見られたらいけないっていう、まあ、スタンドと戦うとかですね、じゃんけん小僧とかやり方としてやっぱすごいめちゃくちゃうまかったんですよね。まあ、これすごくいいなというのが、まあ、そういったその実写化として、まあ、すごいクオリティというかすごいこうやり方をしててすごいなと、まあ、思ってすごい良かったんですよね。でそれでまあその僕がその前回出した動画でその岸辺露伴は動かないで僕のパパはパパじゃないはできるんじゃないかっていう風な形で、まあいろいろ話した動画とかがあるので、もし興味がある方はですね、概要欄にリンク貼ってるので見に行っていただければなと思います。ジョジョっていうのはその他の漫画とかその、まあ、いろんなものに対してやっぱ独特っていうか、まあ、ジョジョでしかないものであって、それを実写化するっていうかその具現化する3次元にするっていうのが、まあ、すごく難しいわけですよね。一応ビジュアルとしてはまあ実写化だったらまあこんな感じになるだろうなってかなりまあ及第点ではあったんだけど、それをじゃあ動かすってなったらっていうまあことになるわけですよね。そこがまあちょっとやっぱ難しい部分ではあったわけで、それプラスやっぱジョジョってその短い話ではなくて結構長い話でっていうまあことがあって、それをいきなり第4部の最初の方だけやってっていうことで、まあいろいろ説明不足だったりとかやらないといけないことがめちゃくちゃあるっていうことで、やっぱ実写化に向いてない話っていうまあことがあったりとか、まあ、あるわけで、岸辺露伴は動かないっていうその単発のその1話完結型の話っていうのを、そのスタンドっていうその概念とかをこう取っ払って、世にも奇妙な物語みたいな不思議な話、奇妙な話としてこう1話でその短く話ができるっていうのがあって、やっぱこういうやり方が一番良かったんだなって。その、まあ、その実写化するにあたって何を捨てるのかっていうことを、その大量に捨てないといけないものがあったっていうことですね。そして大量に捨てた結果すごくいいものができたっていうのが、まあ、岸辺露伴は動かないであったと。まあ、それでまあ今回この、岸辺露伴ルーブレイクですね、まあ、これは15年はまだ経ってないと思うんですけど、それぐらい前に、まあ、そのルーブル美術館が、まあまあ、定期的にやってたのか、なんかそのバンドデシネプロジェクトっていうのがあって、まあ、世界的に有名な漫画家がそのルーブル美術館を、まあ、舞台にしてその漫画を描くっていうようなものがあって、それの確か第3弾ぐらいでその荒木飛呂先生がその抜擢されてその描いたものであって、全部フルカラーでその一つの、まあ、作品を作ったということがあって、岸辺露伴は動かないをドラマで、まあ、毎年やっていくって中で、ゆくゆくはそのルーブル行くをやるのではないかっていうこと、まあ、やってほしいよねっていうような期待とかもあったりとか、まあ、そういったことで、まあ、それがまあようやく実現しましたよということなんですね。まあ、なのでその、まあ、今回そのスタッフっていうのは基本的に全部そのドラマを引き継いだ形になってます。まあ、この岸辺露伴は動かないはその NHK がやってるので、まあ、いわゆるその民放のドラマがその劇場版って言って出た時の豪華ゲストをの俳優をこう起用してこう一番最初出てくる時にジャジャンみたいな、なんかそういうことは全然してないっていうこと。ただやっぱその岸辺露伴は動かないっていうそのそれをただ延長上にやっているっていうことですね。まあ、もちろん一回そのジョジョでまあいろいろ不評を買ったっていうまあ部分もあるから、やっぱその岸辺露伴は動かないそのジョジョっていうコンテンツをその実写でやるっていうことはかなりまあシビアにやってきてた部分はあると思うんですけど、なので結果的にこの岸辺露伴は動かないルーブル行くっていうまあその映画
にするっていうこと、まあ、実写化するとかっていう、まあ、いろんなすごい大きいハードルがたくさんあった中で、すごくやっぱ誠実な形で着地してるなっていうふうなことは、まあ、言えるかなと思います。ルーブル美術館の中に入っていったりとか、建物 の、 その、まあ、彫刻だったり何なりがもうすごいっていう、どこからどう撮っても絵にならざるを得ない、普通にプロが入ったら、まあ、変な絵には絶対ならないっていう、まあ、すごい映像になってしまうわけ でそういったものがあるわけです。ルーブル美術館に行くっていう、ただそれだけですごい映像が撮れるっていうことですね。世界で一番美しい絵として、まあ、そのモナリザっていうのがあるわけで、そのモナリザも、まあ、ちゃんと映るんですけど、そのモナリザが映るときにこうすごいこう溜めて溜めて、こうほらモナリザですよババーンみたいな、ドジャンみたいな、そういうことはやっぱ全然してないんですね。さらっとなんかモナリザと一緒に映ってるっていう、岸辺露伴は動かないのテイストっていうのはそういうものだし、劇場版だから一切浮かれてないっていう、なんかそこのちゃんとその慎重にやってる誠実さっていうのがこう所々に見て取れるっていうことがあって、まあ、そこがまあ僕はそのルーブルっていうものを見た感想としては、まあ、感じた部分としてはそうだなと思うんですけど、まあ、そういったそのルーブル美術館っていうその美しいものがあるわけで、どっから撮っても綺麗になる、すごいいいものになるっていうこと間違いないわけで、じゃあそこでそのルーブル美術館を撮っただけで満足していいのかっていうこと、じゃあその原作があってその原作通りの話を進めていってそれでいいのかっていうと、やっぱそうじゃないんですよね。まあそのドラマシリーズをまあその年末にまあ何回かやって、そしてこうようやくその映画化っていう形でそのルーブルへ行くっていう話をまあ形にしようってなった時に、じゃあルーブル美術館に行っただけでいいのかっていうと、やっぱそうじゃないんですよね。ジョジョってやっぱそのまあ日本が舞台だったりもするんですけど、基本的に海外に行ったりとか外国人が主人公だったりとかっていうものがあるわけで、その異国情緒っていうものがやっぱその作品の中に強くまあ入ってたりするんですよね。で、岸辺露伴は動かないっていうのはその日本なんですよね。日本が舞台で日本人が主人公でっていうまあことがあって、特にまあそのすごく身近な部分にフォーカスを当ててる部分っていうのもあってっていうこともあるし、そのまあ今回映画化するっていうことで、そのルーブル美術館っていうその世界中の美が結集したような場所で撮るっていうことで、それに対してこの映画がやっててすごくやっぱ一番いいなと思ったのはですね、このいかに日本を美しく描くかっていうこと、そこにやっぱすごい一番力入れてたなって僕は思いました、ね、でこの実写版はですね、結構そのルーブル美術館に行くまで結構時間あったんですよね。時間かかってて、でどこに時間使ってるかっていうと、その露伴の過去パートなんですけど、まあ、そこも結構さらっと分かりやすい感じで最低限の部分しか描いてなかったんですけど、原作はだけどこの実写化はですね、結構長い尺使ってその露伴の過去っていうのを描いてたんですね。まあ、その、まあ、主題になっているそのこの世で最も黒い絵っていうのがあって、それをにまつわるその露伴の過去っていうものと、それにまつわるとある女性との話っていうのを、まあ、ものすごいこう時間かけて描いてた部分があって、まあ、それがその、まあ、露伴がその連載を始めてその、まあ、静かな場所で描きたいということで、その、おばあちゃん、その祖母の、家に行って田舎に引っ込んで描いてるっていうのがあって、そこの日本家屋、日本庭園の美しさだったり、なぜかずっと長唄が流れてるんですけど、まあ、そこの、まあ、感じですね、めちゃくちゃいいんですよね。岸辺露伴は動かないっていうのはずっと日本を描いていて、そのすごいこうジメジメしたような感じ その日本っていうか、その湿気の多いような風景っていうのをすごいたくさん描いていたわけで、それをすごくたくさん映してたわけですね。でそしてルーブル美術館に行って、でそのルーブル美術館のそのいろいろが終わった後で、またちょっと日本の話が結構長いんですけど、これちょっとネタバレありの方でちょっと言うんですけど、ルーブル美術館に行くっていうことだから、そこに行けばいいものが撮れるっていうのも行きさえすれば分かってる部分があって、でそうじゃなくて、そこに頼りきりになるんじゃなくて、その日本を描き続けた、日本で撮り続けてきた岸辺露伴は動かないを映画化するにあたって、その日本の魅力っていうか日本の美しさっていうものを映さないとダメだろうっていう、まあやっぱその部分があって、そのちゃんと対比させることによって、そのルーブル美術館 その世界中の美が集まるそのルーブル美術館を撮るんだけど、だけどそれに引けを取らない日本の美しさっていうのも一緒にパッケージングしないといけないんだっていう、映像クリエイターとしてのやっぱその気概みたいなものがすごくあったわけで、なんかそれがあるなと思ってた中で、その後半のパートでまたさらに日本のその美しさっていうものを表現するにあたって、あ、これやっちゃうかっていうのがあって、それは多分まあ僕もその原作はウルトラジャンプで連載されてた時に読んでたぐらいで、その単行本とかも買ってないので、ちょっとあんまり覚えてないですね。10年以上前なんであんまり覚えてないんですけど、確かそういう描写あんまりなかったんですね。その後半のルーブル美術館終わった後の日本の、まあ、話っていうのはもうほとんど
なかったよなと思って、まあこれは映画のために付け加えたんだろうと思うんですけど、まあ多分その原作だけだと多分2時間の尺はとても埋まらなかっただろうから、まあいろいろ足さないといけない部分もあったんだけど、足りないからただ足したとか、そんなしょうもない理由とかじゃなくて、じゃあ足りないなら足りないで何を足したらこの映画がより良くなるのかっていうことを、そこをやっぱ考えてやってたなっていうふうにやっぱ考えると、まあ最初のそのロハンの過去パートとか、そのルーブル美術館のが終わった後のその後の話っていうのが、まあすごく腑に落ちる形になってて、すごい僕は良かったなと思います。ということで、まあ、ここから先ネタバレありで話をしていきます。まあ、その最初 の、まあ、そのロハン の過去パートですね、すごい、まあ、日本の美しさっていうものを捉えるとして、まあ、すごく良、まあ、かったわけですけど、若い頃の岸辺ロハンを演じてたのがその長尾健人さんっていうなにわ男子ですね、ジャニーズのなにわ男子の、まあ、方がやってたんですけど、全然嫌味がなかったですね。そのジャニーズがやんのかっていうような感じでは全然なくて、ちゃんとしてるなっていうのがあって、まあ、そこもちゃんと配慮が行き届いてるんだろうなっていうのがあって、まあ、昔は、まあ、噂レベルだったんですけど、その、まあ、丈太郎を松潤がやるっていう、まあ、その実写化のなんか話があるんだけどなみたいなのが、まあ、僕もちょっとそれは違うだろうっていうのは思ってたんですけど、回り回って、まあ、そのジャニーズがその、まあ、ジャジョっていうものに関わることになったわけですけど、まあ、すごく良かったですね。全然違和感なかったし、岸辺露伴の若い頃ってこんなにウブなのかっていうことって考えると、まあそれはっていうことなんですけど、まあ、この岸辺露伴は動かないっていう、まあそのまあ、実写ドラマっていうのがもう徐々を離れてるっていう、まあ、部分も昔すごくあって、もう独自 の、 世界をもう築いてるから、もともとこの、まあ、岸辺露伴は動かないっていう、まあ、ドラマシリーズっていうのがもうこの徐々っていうものが持ってる独特の雰囲気っていうのがもう全く別のものを作ってるなっていう風なものがあって、まあ、その、まあ、書道でいうところのシュハリっていうか、まあ、そのシュハリっていうのはその、まあ、元のその教え方っていうのを守っていくっていうことと、そしてその型にその自分なりに表現っていうのを入れて、その型を少し壊すっていうこと、そして今までの教えと自分 の、 やりたいことっていうか、自分の表現っていうのを足したその新しいものをずっとやり続けていくことによって、その型から離れていくっていうこと、それ新しいものになっていくっていう、まあ、その、まあ、考え方があるんですけど、それが、まあ、シュハリっていう、まあ、あれなんですけど、この岸辺露伴は動かないっていうのは、それを、まあ、できてるんじゃないかなっていうか、もう、なってるんだなっていうのは、まあ、なんとなく、まあ、思ってるんですけど、まあ、なので、あんまりこの、ジョジョミっていうのが、まあ、この映画には全然ないんですね。一箇所だけあるんですけど、その一箇所を除いて、もう、岸辺露伴は動かないっていう、その、まあ、独自路線になったものを、ただその映画というフォーマットに落とし直したというか、俺の友達の友達がその芸能人の知り合いなんだよみたいな感じで言ってくるやつで、そいつは別にそいつと芸能人は何の関わり合いもないだろうみたいな、なんか感じがなんかあるかなと思うんですけど、なのでそのジョジョの奇妙な冒険からその派生した岸辺露伴は動かないっていうそのまあスピンオフの漫画があって、それのまあその実写ドラマ化したものがあって、でそれのまあ映画化ということなんで、もうこの映画とジョジョっていうものはもうなんかあんまり関係あるっちゃあるけど、もうないんじゃないのっていうぐらい、独自の路線をちゃんと正しい方向でやれてるので、ジョジョっぽいことっていうか、そのファンサービスみたいなことは全然してないっていうのが、まあ、すごくいいなと思うんですね。まあ一箇所だけあるんですけども、その一箇所だけっていうのが、その、まあ、過去パートでその木村文乃さんの女性に、自分 の、 そのピンクダンスの少年でモデルにして描いた女性が、まあ、見せるんですけど、そこでくだらなくてすごく安っぽい行為って言いながらこうガッてやるんですけど、それ多分原作 の、 セリフそのままだと思うんですけど、それは実写でやったらダメなんですよねっていう、あやっちまったなっていうのがあって、すごく浮いてるんですよ。違和感がすごくあってっていうのがあって、やっぱ原作のタッチでくだらなくてすごく安っぽい行為って言いながらこうハサミガスガスやってるんだったら、やっぱすごくスッて入るんですけど、実写であれはちょっと違和感があってっていうのがあって、そこが唯一その、まあ、ジョジョ味があるその、まあ、セリフのなんか言い回しだったわけ でそれが入ることによってあってなっちゃうっていうのがあって、やっぱそれは違うなっていうのがあって、そのやっぱジョジョ味を入れると岸辺露伴は動かないではなくなってしまうっていう、まあ、ことがあって、まあ、だから、まあ、本当にこうシュハリっていうもう全く別のものになってるんだなって、そのジョジョが起点ではあるんだけど全く別のものでっていうこと、ちゃんとそのリスペクトっていうかその、まあ、土台の上にあるものではあるんだけど全く違うものになってるっていうことをやっぱ再認識したなっていう、まあ、意味ではまあ入っててもよかったのかなと思うんですけど、それでまあルーブル美術館の話にまあなっていくんですけど、まあ、そこでまあ原作ではその岸辺露伴一人でまあ単独で行くんですけど、
まあ、このドラマではそのずっとその泉鏡花がずっと一緒にいるわけですよね。だからその彼女も付け加えた形で、まあ、そのアレンジしていて、でその泉鏡花の立ち位置っていうのはやっぱすごい上手かったんですよね。全然邪魔になってないっていうか、その泉鏡花っていう、まあ、ほぼ異物なんですけど、異物を足したにもかかわらず、そして一つ一つがその彼女の言うセリフとかその行動一つ一つっていうのが話の、ちゃんと補強になってるっていう、なんかそこはやっぱすごい良かったなと思いますね。で、まあ、その後ですね、そのルーブル美術館、まあ、そのメインの部分が終わったんだけど、そこからが長かったっていうのがあるんですけど、その長かったっていうのがそこがで、まあ、そのなんていうか話のことの顛末というか、最も黒い絵っていうのはなんで描かれたのかっていう、まあ、そこになってくるんですけど、そこで、まあ、時代劇っていう、まあ、話になっていくわけですよね。まあ、そこにはもうジョジョミなんてものはもう気泡もないわけですよね。だけどなんかすごく良かったんですよね。なんか変に綺麗じゃないっていうか、まあ、セット丸出しの感じっていうか、セット感がすごい強いとかじゃなくて、ちゃんとしてるなっていうのもありますし、まあ、ルーブル美術館のことすげえなって思ったんですけど、やっぱそれに引きを取らないその日本の美しさっていうもの、まあ、それがその風景とかもそうだし、だけどやっぱりこう映画っていうものでその表現する、そのルーブル美術館に行ってそこに行って撮ったっていうだけじゃなくて、それに匹敵する日本の美しさ、そしてその映画人として、その映像クリエイターとして、それをどうそのルーブル美術館っていうものをその舞台にして使った一つの映画として、日本人としてどうそのぶつけていって対等にそのなんとか渡り合えるものを作るのかっていうこと、まあそれは絶対あると思うんですけど、そこがやっぱりその最後、まあ、仁左衛門の最後絵を描き終えた時の手が真っ黒ですごいこう汚れた中でこう描き上げた姿っていうのが、ルーブル美術館に渡り合えるようなものを作ろうっていうその、まあ、雰囲気っていうか、まあ、その気概みたいなものがすごく伝わってくるっていう、そうなったわけですよね。やっぱ変にそのジョジョミを出そうとか、その劇場版だからちょっとお祭りだからなんかちょっとファンサービスみたいなものとか、そういったものじゃなくて、やっぱその誠実にルーブル美術館っていうものを使う、そしてこれはまあ必然的にまあ世界にも出ていく映画だろうから、その世界に出ていくことに対して、そのルーブル美術館というものの場所の恩恵に預かってで、その作るだけじゃなくて、いや日本初で作ってきたそのドラマで蓄積されてきたノウハウっていうか、その能力というか、発信するっていうことのその意味っていうものを考えた時に大正解だなって思うんですよね。そのジョジョを実写化するっていう意味でドラマシリーズっていうのはもう大成功してると思うんですけど、まあ、それをさらにこう映画化して、まあ、世界で見られるようなものになってなるはずなので、それに対してどうアプローチしていくのかっていうことを、まあ、ことごとく正しいなって思うわけですね。原作再現とか寄せるとかじゃなくて、その話をどう面白くするのかっていうこと、岸辺露伴を立てるとか、その原作愛がどうとかっていうことではなくて、それはもちろんあるし、そのリスペクトっていうものはしっかり置いた上で、じゃあその一番その正しいやり方っていうのは何だってなった時に、まあ、それがまあ一番正しいこう形になったんだなって、まあ、思うわけですね。そういった意味で、まあ、僕はすごくもうめちゃくちゃ良かったですとしか、まあ、言いようがないかなと思うんですね。これはもうドラマシリーズからまあずっとそうなんですけど、音楽がまあずっと良かったですね。その劇版がまあずっと良かったっていうこともそうだし、あとエンディングがやっぱそのドラマシリーズよりもちょっと長いんですけど、まあめちゃくちゃ良かったし、まあ映画館でやっぱ聴いてるからですかね、一つ一つの楽器の音がすごいくっきり分かるようになっているっていうのがすごく良かったですね。サントラはこれはもうちょっと LP で出さないとなって思うぐらい、本当に音楽がすごい良かったなと思いますね。ということで、まあそんな感じでめちゃくちゃ良かったですということで、今日はこんな感じで終わろうかなと思います。チャンネル登録、高評価、コメントなどお願いします。でこの後僕は自主制作映画作ってるんですけど、3月15日に公開したラブソングに捧げられた恋人たちネクストチャプターっていう名前と90秒の予告を流します。でその後で、まあ、公開から2ヶ月以上経ってるので、ネタバレ全開の追告を流します。94分の内容を2分に縮めてラスト寸前まで描いたというものになっているので、それを見てお時間ある方や興味を持った方は概要欄にリンク貼ってるので見に行っていただければなと思います。ということで終わります。